1945年に起こったのが小笠原事件です。日本陸海軍の幹部がアメリカの空軍部隊8名を処刑し、5名の人肉を食べました。酒乱で気性の荒い立花は日本刀の凄みを披露する絶好の機会という理由で、撃墜した米軍機から脱出して捕虜となったアメリカ兵を使って刀の試し切りを行いました。さらに軍医に遺体を解体させて、その肉を戦意高揚のためとして焼いて宴会の酒のつまみとして食しました。後の証言によると、アメリカ兵の手足や内臓を食べ、これはうまい、おかわりだと喜んでおかわりまで要求したそうです。その後、1946年5月から9月にかけて3段階にわたる裁判が行われた結果、絞首刑が決定し、翌年に刑が執行されました。この事件は飢餓状態で起きたカニバリズムとは性質が異なる非常に残虐なもので、立花は処刑されるまでの間、アメリカ兵たちの憎悪の対象となり、激しく虐待され続けたそうです。